ちゃ楽しかった。けんちゃんありがとう。こちらこそマジでありがとう、はい、本当に楽しかった。でこっからやねんけど、はい、俺のわがままに付き合ってほしいねん。はい、あのメキシコでほんまにあのパリピの男女がクラブとか行った後に、うん、まあそういうことをする、はい、夜の親交を深めるホテルに、はい、メキシコのそういうホテルはどないなってねんと、うん、気になるよね。気になるから、まあ、ちなみにここ4人がおんねんけど全然2人じゃないねんけど、まあ、一回ちょっと行ってみて、そうそう、うん、どういうところで夜の営みをやってんねんと。で空港も近いから、あ、うんうんうん、そのままも行けるから、 うちらもこのマジリュック片手で、うん、片手で、これそこでなんか俺ら4人で何かが起きるかもしれんから、もしかしたら空港行かないかもしれないし、それもそれでやばくねこんだけみんな溜まってる間違いない。メキシコに来て女一人だで間違いない。でそこ一回行ってみよう、行ってみよう、うん、OK。 あれあれですね、モーテルって。なんかメキシコはそういうホテルのことをモーテルっていうね。結構ちゃんとしているかもしれない。一回ちょっとみんなで行ってみる。お出ますけなるのスナノチェ700ペソです。700ペソです。はい、700。ありがとうございます。うん、全然なんかそれでありがとうって言われるのなんかちょっとドキッとする。ここのホテルがホテルやから。これボタンですだけ。こねて。あ、こねてそのままこう。わ、すごい。そうやらんね、大げさすぎやろ。あのそれはどんなやつ。うわ、すごい。下に車置くんや。へえ。お、綺麗ちゃう。綺麗。普通の形ちゃうで。なんかさ、これこういう感じじゃない？こうして、あ、そういう感じで重なんねや。重なんのか。そういう感じで重なんねや。まずトイレ見る。トイレ見てみる。三角じゃなくてさ、鼻みたいな。あ、そんなや。すげえ。へえ。トイレさ、なんか透けてんねやな。エロだ。あ、エロいわ。エロいわ。一回ちょっと座ってみて。エロいわ、なんか、うん、犯罪者みたい。ちょっとシャワー行くわ。どうぞ。いける。はい。あ、おなるほどな。で、これ閉めて。あ、エロいじゃん。あー、なんか囚われた猿って感じ。普通よね。普通に綺麗ってない？綺麗。持ってる以上に。あれなくない？あれ。あれなんだ。なにあれって。59。あ、56。なんかさ、もっとさ、やばい感じなんだな。やばい、でも多分あるんやろうな。だからモーテルは車で入んねんな。うん。ホテルは普通に歩いてるんでチェックインしていくけど、うん、モーテルなんかそういう駐車場をセットやね。一応その違いがあって、一般的にモーテルの使い方がそういう使い方をされるということで、うん、っていう扱いをされてる。だから普通に泊まる人もおる。うちらがさ、今日泊まってたホテルよりこっちの方がよくね。うん。え？姉ちゃん。何？ごめん。ね、俺が案内したばっかりに。いやでも面白かったわ。いやほんま楽しかった今回。いや俺なほんまちょっとだってちょっと寂しいもん。いや私もだよ。あの天ちゃんが次ニューヨーク行くのいきなり弾丸で来てくれてめっちゃ楽しかったわ。楽しかった。ちょっと中入ってかったらそうだね。うん、なんか映えるやろ。あー気持ちいい。てかさ布団薄くない？マジでめっちゃ薄いね。布団薄いよね。すごい。そろそろ出てきた方がいい。ほんまはな、ほんまやねんけど、ほんまは。まあでも、いろいろちょっと振り返って語ろう。うん、うん、最後のそこ入る、逆に。あ、じゃあ、じゃあ真ん中に、じゃあ。カメラマンの人にいるから、後ろに。いや、でも今回、一泊、昨日の晩、弾丸で着いたんや。そう、そう。で、今日丸一日おったけど、うん、今日丸一日だけやったのに、めちゃくちゃ濃い時間過ごすた。なんか2日3日いたじゃん。ような感覚だよね。うん、あとだからもう 2,30 分後に行かなあかんもんな、うん、空港行って。それは名残惜しいな。ちょっと名残惜しい。行くなよ。やっぱここなら2人で。じゃあもうここで2人で泊まって、うん、じゃあ俺ら2人で。さあ決まる。じゃあ行きます。苦しいな。俺今寝転びながらこうテンちゃんと寝転びながら、うん、こっからこの光景を見てるわけやん、はい、あ、AV ってこういう感じなんやなって。あー
こうベッドで寝転びながらこう映さる、ああそういうことですか、普通にポケットで手突っ込みながらこっち向いてる男たちがおる。たまにだって俺てんちゃんの足が当たったらドキッてすんもん。うん、すごいな、これすごい。だから当ててくんなって、もうわざとらしい。ちょっとなんかもうこの中やってやってんじゃん、動きが卑猥な感じに。中はやってんだよ、すげえ下げてんじゃん足。うん、うん、じゃない立つもん。この辺からこの辺からこうなるね、もう一個。めっちゃでかい。そうそう、ほんまでもめちゃくちゃ楽しかった。超楽しかったね、最高な思い出できたわ、ね、次アメリカ行くわ。え、ね、行こうよ、マジで、うん、アメリカ行こう。なんか旅って楽しいなと思った。まあ、またたまに参加して。え、マジで参加していい？どっかでこういう感じでタイミングが合えばな、一緒になんかしよう。しよう。うん、ありがとう、こちらこそ。うん、じゃあおやすみ。おやすみ。うん、じゃあ俺らも行く？最初にしますよ。うん、じゃあ開いた。いいやろ、こんなにしてない。じゃあ俺らも帰ろう。何時間後飛行機やろ。じゃあジョー君、最後ありがとうございました。こちらこそ。慣れました。楽しい。なんか振られた気持ちになってね。じゃあほんま送るわ。でもあ、マジで、うん、ありがとう。おばあちゃんも、おばあちゃんも、俺らなんでこんなすぐ帰るのみたいな。おばあちゃんありがとう。あ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。じゃあ、ありがとう、本当に。ありがとう。ちょっと寂しいわ。マジ寂しいね。うん、楽しかった。楽しかったね。クリーン性帰るみたいな。やばない。これでウーバー乗るんだよ。ありがとう。じゃあね、マジでありがとう。楽しかった。またね。またありがとう。ありがとう、最後。ありがとう。また気ぃつけてな。ほんまに気ぃつけて。お、ありがとう。まだまだ。また。うわ、なんかウルルン大作業最後みたいな。ほんまや。おばちゃんらも。おばちゃんもまた。ありがとう、本当に、うん、楽しかった。また体に気をつけて。はい、お互い、うん、また会う。よかったっす。よかった。やるか。あ、これリモコン。これで見よう。やりたいこと。